記号 PR 記号開き格好北京、河津圭介閉じ格好日中の課題を両国の祭りごと財界人や有識者が議論する、第13回東京北京フォーラム、言論 NPO など主催は17日、共同声明、北京コンセンサスを発表し、北京で2日間の日程を終え閉幕した。共同声明では、日中首脳の相互訪問に期待を示したほか、 両国が朝鮮半島の非核化の目標を剣持し、平和的手段によって解決を目指す原則も確認した。閉幕後に記者会見した元国連事務次長の赤石港、実行委員長は、国際平和への逆流が存在する中で、日中はもっと率直な、相互信頼のある開いた関係を築かねばならないと述べた。フォーラムは政治、外交、経済、 安全保障など5つのテーマの分科会があり、日中関係の改善の兆しが見られる中、協力の重要性を指摘する声が相次いだ。経済分野では、出席者らは自由貿易を重視することで一致し、中国の周知か平国家主席が提唱する経済健康層、一帯一路に関する連携についても意見を交わした。一方、協力の具体策をめぐっては意見の相違が目立った。 朝鮮半島情勢に関し、北朝鮮の核保有を認めない立場は共通するものの、日本が、圧力、中国が、対話を強調する立場の差は渦まらなかった。また複数の分科会で、中国側の出席者から、日本は中国の実力を客観的にしたためるべきだ。中国の海洋進出は必然的な要求であると受け入れるべきだと日中の力関係の変化に言及する声が上がった。